Castlevania Symphony of the Night。 マリコです。ペアンです。はい、本日のご紹介は今日今から使うこの衣装です。重さがなんと 8.5キロ。まあすごい。こちら4本分です。あなたの衣装は？私の衣装はですね、こちら、こちら3本分です。はい、この格好で動きます。頑張ります。私の愛しい子、母からの最後の言葉です。人間を憎んではいけない。そして我が妻を手にかけた人間どもに復讐を、奴らを全て滅ぼすのだ。久しいな、我が息子よ。昼なら会いたくはなかった。何故人間の味方をするのだ。奴らがお前の母にしたことを忘れたわけではあるまい。忘れられるものか。我が母は人間への復讐を望んではいなかった。まあ我が眷属に加えてやろうぞ。母の名にかけてドラキュラ、あなたを倒す。教えてくれ、リサは最後に何と言ったのだ。人間を憎んではいけない。そして父上、あなたを永遠に愛していると。リサ、私は間違っていたのか。おーおお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 お